前の、5分程度読み上げ算の練習をする朝活、やっていきたいと思います。今回はですね、5から10桁の、特集でやってみましょうか。途中でちょっと読み方を変えます。今まで5から10桁、入らなかった子も、少し読み方を変えると入ってくると思いますので、そこをちょっと、自信をつけてみてください。それではまず1問目ですね、普通に読んでいます。願いましては、1,825,8,306円なり、2,7513,6,984円なり、965,437円なり、9,628,278,105円なり、34,051円なり、4,601,278円なり、8,1,529,463円では。はい、答えはそのまま、そろばんに入れておいてください。はい、ただいまの問題の答え、10797303624ですね。107,9730,3624円ですね。はい、2問目、少しちょっと読み方を、微妙に変えてみます。同じ桁ですね、5から10桁、口数も同じ7口、同じ加算でやってみましょうか。願いましては、6,547,891円なり、206,758円なり、73,914円なり、829,1507円なり、314,795,8260円なり、9,8612,7035円なり、589,342円では。はい、答えはそのままですね。若干、読み方を変えてます。少し、入る子、出てきたんではないでしょうか。はい、ただいまの問題の答え、4,27,717ですね。4,2,0,8,7,1,7,7,0,7ですね。はい、それでは、加減算いってみましょうか。まず、普通に読みます。チャレンジしてみてください。口数は5から10桁、ごめんなさい、桁数は5から10桁ですね。口数は7口。願いましては、97,810円なり、215,386,2497円なり、引いては407,5823円なり、319,485円なり、加えて7,1260,8359円なり、52,1076円なり、89,4708,3561円では。はい、ただいまの問題の答えですね、118,097,77,995ですね。118,977,7995円ですね。同じく加減算いってみましょうか。桁数、口数は一緒です。少し若干読み方変えますね。願いましては、76,4,293,3158円なり、引いては418,273円なり、加えて9,1385,4702円なり、39,815円なり、引いては625,4039円なり、加えて87,1906円なり、3,4906,2875円では。はい、ただいまの問題の答えですね、88,9745,144円ですね。はい、次の問題で最後にしていきましょうか。5から10桁、7口、加算でいきます。少しスピードを上げますね。はい、願いましては、8,3192,475円なり、578,230円なり、61,904円なり、917,463,582円なり、3,518,679円なり、69,487,2103円なり、23,619円では。
はい、ただいまの問題の答え、107億560万5592円ですね。はい、朝学校行く前ですね、5分程度、これを毎日繰り返すことによって必ず積み上がってレベルは上がっていくと思います。ぜひこのチャンネル高評価チャンネル登録よろしくお願いします。